はい、では計算が終わったようなので、続きを行いたいと思います。前回はここまで、ランLAPW の頃までが終了しました。次に、こちらに進みます。エディットのケースの IN1、2を変えてほしいですね。で、ファイルズのインプットファイルズ、先ほどの INC もそうだったんですけど、インプットファイルズから行くことができます。で、i.in2 の部分の数を元に戻します。510、セーブ。で、他のものも変えなくて、おそらく変えなくていいと思うんですけど、念のために問題ないかを確認して、違っていれば直します。で、一応全部直しました。それでここまでが終わりです。で次に、XSpec のプログラムを動かしていきます。それはタスクスの、XSpec ですね。で、これで、あとは上から順番にボタンを押してくれます。これはこのまま。そして LAPW は。なかなかかかりますね。リフレッシュのボタンをちょっと押してみましょうか。今頑張って計算してますね。終わるまでしばしお待ちください。ではこれをちょっと待っている間に、ちょっと説明が足りなかったこのdotin1 のところについてもう少し詳細に説明します。それを見るには、前はファイルズのごめんなさい、もうちょっと終わっちゃったんでそれはやめまして、では続きいきます。でこれを押して、で次はこの次のもの、こちらで時間がかかりそうですね。これ時間かかりそうなので、dotin1 の話をします。前はこのショールでオールファイルズで見るという説明したんですけども、インプットファイルで見れますので、これで見ることができます。それで、.inc を見ます。それで、こちらの説明なんですけれども、この部分が何かっていうのは、まあ、差し抜き方は分かると思うんですけど、種、量子数に、あとはこれは、電子の配置って決まる、アップスピンとダウンスピンでの決まる、カッパーの値。そして、電子の占有数です。詳細はどこに書かれているかといいますと、Win2K のホームページに入って、Reg Users のテキストブックの音、そして、Most Recent Version のところで、検索してもらえばいいです。ここで、例えば、case.inc と入れて、いくつか調べていくと、ここに、説明があります。でプリンシパルクオンティームナンバーと書いてありまして、カッパー、そしてアキュペーションナンバーと書いてあります。で、まあ次、これは 1S の例なんですけど、2S の場合はこの、そして 2P となります。それでカッパーの値はどこを見ればいいかと言いますと、ここに書いてあります。これは、テーブルの66を見ろと書いてありますので、テーブルと入れて、検索していきましょう。あ、これちょっとうまくいかないですね。カッパーにしましょうか。とするカッパーと検索すると、このように出てきて、この下の表にところに表が出ています。このように、アップダウンを分けて、カッパーの値が決まっていくということになっています。それが対応してここの値になっています。で今回は一番最一緒にあるマグネシウムの 1S 軌道を、1S、正確には 1S2P を 1S1
あ、ごめんなさい、 1S2 見ちゃうけど 1S2 を 1S1 でスキル1つだけにするということでこうしています。ちょっと 戻ります。あ、ちょうどこれが終わりましたね。ピンク色が消えましたね。で次にこちら、こちらは、吸収の状態を計算するときのものになります。詳細はこれも、マニュアルの方を見ていただくと、書いてあるんですけども、正確にはcase.inxs として見れば、どういうものかが、ここに細かく書いてあります。で、とりあえず、一番最初にある原子1番のマグネシウムで 1s 輝度からの吸収を見ますので、コアは1で、 L は、0ですね。0が S で1が P で、2が D ですからこれとなります。で、他のパラメータは、まあ、実験値と合うように、決めてもらうということになります。で、他に変えるところはあまりないですね。あ、ここの、E-min 最小のエネルギーマイナス2から0.02 ステップで15エレクトロンボルトまでプロット計算しますよということになりますので、まあ、ここもいくつか変えるということくらいです。で、セーブ、そして、このボタンを押してコンティニューウィズスペックでプロットで、またプロットをします。そうするとこのような結果が得られます。うーん、何か、こちらと違いますね。もう一度ちょっとやって言い直してみましょうか。上の条件を見てほしいと言ってます。で、0から36までにしましょう。タスクのエクスペックのここを30エレクトロンまでにして、これですね、 INXS2 をセレクトで、ABS を選択して、 ABS が選択されてますね。で、0から30で非常にベリーブロードリングで取ると。ではもう一度やってみましょう。これでプロットとなりましたね。ちょっとブロードリングがひどすぎますね。もう少しブロードに浅くして見てみましょう。 X スペックのこちらの部分の、ブロードニングを、小さくしてみます。どの値がいいかな。そうですね、本来は非常に小さい値を入れるべきですから、ここの例に書いてあるような値にしてみますか。吸収のスペクトルの場合にはこのようにすると書いてありますので、この例に従ってみましょう。ここで 0.5、 そしてここで 0.25、 ガンマで 0.25 にしてみます。で、他はほぼ一緒ですね。まあ、タイトルは変えておきますか。ここも一応参考のために MG1 の K9 種ですね。で、マイナス2から 0.02、じゃあこれでセーブして、もう一回 X スペックでプロットにしてみます。このようになりましたね。で、こちらの例にあるように、大体似たような結果が出てきています。まあ、微妙に違うのは、なめし方でしたりとかですね。まあ、ぴったり致しないのはちょっと気持ち悪いんですけれども、まあ、大体主要なこちらのピーク、こちらの
こちらとこちら、こちらとこちらがだいたい対応しているというところですね。で、あとこの部分のところもちゃんと出てると。まあ、経験数を増やしていけばおそらく似た形にはなると思いますので、いろいろと条件を厳しくして、皆さん実験値と合わせていけるようにしていただければと思います。で、以上で終わります。